味。おお。キャラクティカグレープフラッペ、ファンタジービーチフラッペ、新登場。ファミリーマート。さあ、あなたも。世界比べてみたら。集まってもらいました。ご機嫌ですね、今日も。そして浜口さん、よろしくお願いします。はい、どうですか、慣れましたか、だいぶ。いや、まあまあ慣れてきましたけどね。まあ、はい、オジェルのずっとこう手挙げてるのが気になるけど。そうです。でも、あの人、あれ、魚取る人？魚、そうそう、魚取る人ね。すごいね。すごい何がすごいの？だって、エトール深いんじゃない、うん、サメ来たら食べられちゃうじゃん、ね、大丈夫頭大丈夫かな。頭関係ない。急に浜口さん、何とかしてください。どうすんねん。いや、これお願いします。自分から言ったんで、やっぱり大丈夫ですよ。陣内さんがいますからね。陣内さん、もう慣れてきましたね。免疫がついて。よかった。でもどうしたん、アベディンが今日は何もほら普通来るやんか。そうだ確かに。なんか来ないの、浜口さんとかにも。え、何欲しいの？いや、なんか言い方やだ。なんかでも来てよ。普通行くやん、浜口さんとかにも行ってるやんか。いや、でもね、欲しがるやつに振っても笑いって生まれないからね。もうその通りや。もうさんまさんクラスやな。すげえな。世界中で同じ質問をしたら一体どんな違いが出るのか。世界のいろんな場所で。子供たちの将来の夢を比べてみた。違うのかな。まずは日本の小学生に聞いてみた。あなたの夢って何ですか。将来の夢って何ですか。アイスクリーム屋さん。アイスクリーム屋さんになりたいの。どんなアイスクリーム売りたい。チョコミントとか。あ、チョコミント好きなんだ。チョコミント。え、僕はあのテレビを見ている人が思わず笑ってしまう人気タレントになる。正確。目標にしてるタレントさんいますか。明石家さんまさん。将来の夢を教えてください。え、獣医師。なんで。動物が大好きだから。特に好きな動物は。ラーテル。ラーテル。どんな動物それ。え、イタチ科でライオンとかなんかハチとかになんか小さいのになんか戦うから面白いから。そして近年子供に絶大な人気を誇り、前年14位から6位に急上昇したのが YouTuber です。YouTuber 出た。 YouTuber です。 YouTuber。 なんでみんななりたいって言ってるんだろう。あ、お金持ちになりたいです。あ、お金持ちになりたい。もしさ、自分が YouTuber になったら何したい。まあ、水溜りボンドさんみたいにチャレンジ。有名なの。有名です。階段からスーパーボールを1万個くらい落としたりする。ダンスとか実験とかしてみんなを笑顔にさせたり笑わせたりしたいです。楽しいことをしてお金を稼ぎたいという子どもたちが多いよ。ということで、日本の男の子第6位は YouTuber。 ちなみに第1位はサッカー選手、女の子は看護師でした。では、世界で同じ質問をしたらどんな違いがあるのか。まずは日本からおよそ3時間、大韓民国。大学に進学する割合が日本よりも高く、学歴が優先されるという国。そんな韓国の子供たちに聞いてみた。あなたの夢って何ですか。お医者さん、病気の子供を助けたいの。判事です。罪を犯した人を裁いて罪のない人を守ってあげたいからです。先生かな。優しいし勉強もできるから。優しいんだ。そう、この先生こそ韓国の子供たちのありたい職業第1位。社会的にも尊敬され、とてもやりがいのある仕事だ。そして日本同様、スポーツ選手も人気だが、8位に入った職業はちょっと意外なものだった。それはプロゲーマーよ。ちゃん、プロゲーマー。え、プロゲーマー。ゲームが上手な人ってかっこいいし、それでお金がもらえるなんて羨ましいよ。ゲームが仕事って最高。
そう、韓国にはゲームをしてお金を稼ぐプロゲーマーになりたいという子供が急増しているのだ。そんな韓国にはこんな場所まで。ソウルから車でおよそ3時間、そこにはコリアゲームサイエンスハイスクールって書いてある、直訳すると韓国ゲーム科学高等学校。そんなここあんだ。どんな学校なのかお邪魔してみると、あ、すごい、本当これ、いきなり校内でダンスゲームをやっている生徒を発見。うわ、うまい。学校の中なのにゲームセンター状態。学校にこういうゲーム機が普通ないからびっくりしちゃったんですけど。僕も初めはびっくりしたけど、ゲーム好きなら最高ですよ。そう、ここは14年前に設立されたゲームに関係することを教える私立高校。最近だ。そこにはスポーツ、普通の高校では絶対ありえない e スポーツと書かれた部屋が。中に入ってみると、学校の中なのにみんな公然とゲームに熱中。この子たちは将来何になるんだろう。この e スポーツはエレクトロニックスポーツの略で、複数のプレイヤーで対戦するコンピューターゲームのこと。今この対戦型ゲームをスポーツと捉える e スポーツが世界を席巻している。そう、ここにいるのは e スポーツでプロを目指す生徒たちなのだ。忙しい、もうちょっとで勝てそうだから無理。うわ、気安く話しかけたら怒られてしまった。彼がやっているのは1チーム5人の対戦型ゲームで、陣地を奪い合うリーグオブレジェンド。世界のプレイ人口は7000万人以上というネットゲームの王様。学校で毎日10時間くらいプレイしてるかな。全寮制のこの高校、国語数学などの一般授業も受けるが、1日のほぼ半分はゲーム付け。4まで？プロゲーマーが講師としてゲームの戦術などを教える授業もあるという。ちなみにこの高校、プロゲーマー以外にもプログラミングやデザインなど、ゲームに関わるいろいろなことを教える学科も。お兄さんもプロゲーマーになりたいですか？もちろんだよ。プロの試合で優勝するとすごい額の賞金がもらえるんだ。億単位の年収も夢じゃないよ。プロゲーマーになると年収が億単位？日本ではちょっと考えられないが、こちらで試合があるというので見に行ってみると、おお、すごいね。すごい盛り上がり。周りをよく見るとほとんどが女性。選手はイケメンだし、プレイもかっこよくて、いつの間にかファンになったの。ファンっていうことか。アイドルは普通交流できないでしょ。でもプロゲーマーはこうやって近くに会いに行けるのがいいの。なんと試合を見に来るお客さんの9割が女性。ちなみにこの大会、優勝賞金はなんと3000万円。そしてこのプロゲーマーの中で一番人気なのが、今日はフェイカー選手の応援に来たの。フェイカーファイティング。すごい。こちらフェイカー選手、若干21歳ながらこのゲームで世界最強の実力者、まさに神と呼ばれるスター選手。すごいんだ。その年収は推定3億円と。子供たちが憧れるのも納得。ということで、韓国の子供たちの夢はプロゲーマーになることだった。続いて日本からおよそ13時間。イタリア共和国。イタリア。たくさんの世界遺産を見に観光客が訪れ、おしゃれで
歴史的な街並みに、ファッションからグルメまで見どころ満載の観光大国。そんなイタリアの子供たちに聞いてみた。あなたの夢って何ですか？夢はスタイリストになることよ。このジャケット私が選んだの。素敵なデザインでしょ。私はファッションの仕事に興味があるわ。おしゃれをするのは大事よね。文化だな。ダサい格好で学校に行ったら今日はどうしたのって言われちゃうわ。さすが世界的ハイブランドがたくさん生まれたおしゃれな国イタリア。ファッションの仕事に興味を持つ女子が続出。そして男の子は、僕はセリエ A で活躍したい、ね、シュートが得意なんだよ。かわいい。サッカー選手やシェフなどが上位にランクインする中、日本ではあまり馴染みのない意外な職業が第2位に。それは、あなたの夢って何ですか？洞窟探検家になって宝を掘り当てるんだ。洞窟探検家かな。洞窟探検家になりたいな。僕もだよ。僕も。洞窟探検家？家族で洞窟探検ツアーによく行くよ。最初はちょっと怖いけどワクワクして楽しかったよ。そう、イタリアには訪れる人を魅了する青の洞窟やフラサシ洞窟など有名な洞窟が多く存在。世界でも有数の洞窟が多い国と言われていて、子供向けの探検ツアーや演劇会など洞窟で行われるイベントが大人気なのだという。イタリアの子供たちに洞窟探検家に憧れる理由を聞いてみると、お宝見つけたら金持ちになれそうじゃん。サッカー選手の方がいいんじゃないの？分かってないな。洞窟探検家の方がかっこいいよ。かっこいいんだ。古代ローマ時代からの歴史が埋まってるんだ。男のロマンだよ。分かる？さすがイタリア、長い歴史を大切にする精神は子供にまで浸透しているようだ。では実際のところどんな仕事なのか。気になる。マルコさんですか？よく来たね。カプチーノが大好き、洞窟探検家マルコ・プラチディさん。世界的な科学雑誌の表紙を飾ったこともあるイタリアの子供たち憧れの洞窟探検家。今日はあの洞窟に潜るという。ということで、うわ危ない。さあ洞窟探検の始まりだ。行くぞ。大丈夫？真っ暗だ。あ、すごい。ここは洞窟って言っても自然にできた洞窟じゃないんだ。約2000年前に掘られた人工の洞窟だ。2000年前？古代ローマ時代から歴史が続くイタリアでは、工事をすると地下に人工の穴が見つかることが多く、そういった遺跡を調査することも洞窟探検家の仕事。今回調査するのはクラウディオ水路。ローマまで続くその長さはおよそ100キロ。2000年以上前にこんな技術があったなんてワクワクするだろ。どんな技術で掘ったか、どういう目的で使われてたか、それを調査研究するのが僕らの仕事さ。まずはポイントごとに長さや幅、方位などを測り平面図を作っていく。暗い洞窟の中で淡々と続く地味な作業。6m34。すると、お、見ろ、ここに岩を掘った跡が残ってるぞ。そうするとランプを置いたのがこっちだから、ここを掘ったのは左利きの人物だな。そこまでわかるの？ライト消して。いいかい、右手で掘るとライトを遮って影ができるだろう。これだと手元が見えなくなる。でも左手なら影ができないってわけさ。だからここを掘ったのは左利きの人なんだ。洞窟に潜れば当時の息遣いまでわかるんだ。遥か昔の祖先の存在を感じる。それこそ洞窟探検家のロマン。おい、ここ面白いぞ。ここまで掘ってからあっちに方向を変えてるぞ。なんだろう、硬かったのかな。ここは方向を変えた理由を探るためもっと細かく調べた方がいいな。
なんなんやろ。そう言ってマルコさんが準備したのは最新鋭の 3D 測定器。測定が始まったら急いで岩陰に隠れるんだ。それじゃあスタートするぞ。隠れろ、急げ、早く。どうなんのこれ。行くぞ。よし隠れろ。早くそっちに行くんだ。また逃げる、はい、足場の悪い暗い洞窟内を走ること10回以上。出来上がった動画がこちら。おーおーい。洞窟探検家には予想以上の体力と精神力が必要なようだ。これすごい。この動画があれば洞窟では見づらくて気づかなかった部分も細かく研究することができるんだ。いや大変やな。でもこの仕事、こうした動画やデータをもとにより深い知識を持つ各分野の学者たちが研究を進めるという。洞窟探検家って冒険するんじゃないんですね。僕らも学者なんだよ。そう、大学で考古学や地質学などを学び洞窟の専門的な教育を受けて晴れて洞窟探検家になれるのだ。お金もらえるんですかね。ここで気になるのが、洞窟探検家ってどのぐらい稼げるんですか。正直そんなに稼げないよ。月に20万円くらいかな。結構少ないですね。財宝を探す派手な仕事じゃないけど人間の歴史を感じられるロマンがあるんだ。イタリアの子供たちはロマンあふれる洞窟探検家を夢見ていた。続いては日本からおよそ7時間、太陽王国。人口およそ6600万人、そのおよそ 94% が仏教徒で慈悲深い人が多い国。そんなタイの子供たちに聞いてみた。あなたの夢って何ですか。医者よ。家族も友達もみんな助けたいから。お医者さんです。お医者さんになりたいです。ちなみにこの4人組も3人が医者志望。ランキングを見ても医者・看護師が1位。人を助けたいという志の高い子が多いようだ。中にはこんな夢を持つ子も。軍人さんです。7歳の時女の軍人さんを見てかっこいいと思ったの。徴兵制度のあるタイだが女性でも立候補すれば軍人になることができる。そんな中近年子供たちの人気が急増しているお仕事が。将来の夢って何ですか。ネットアイドル。ネットアイドルです。ネットアイドルや。ネットアイドル。ネットアイドル。ネットアイドルとは自分の写真を SNS にアップして人気が出た人のこと。富と名声を得られるとランキング圏外から13位にまで急上昇。私もネットアイドルを目指して SNS に写真や動画を投稿してるの。憧れのネットアイドル教えてもらっていいですか。ピムターよ。ピムター。この人です。めちゃくちゃ可愛いでしょ。タイで大人気のネットアイドルピムター。彼女のインスタフォロワー数なんと310万人。めっちゃ可愛いんだけど。白を基調とした清潔感のあるおしゃれな自撮り写真が反響を呼び、3年前から化粧品などの宣伝依頼が殺到しているのだ。そんなピムターさんのようなネットアイドルを目指す女の子が。グレースさんですか。そうです。今年タイで大注目のネットアイドル5人、その中の1人がグレースさん14歳。現在フォロワーはまだ1万5000人ほどだが、はにかむ笑顔が可愛いと注目を集めている。おしゃれで気をつけてることって何ですか。歯の矯正です。とっても可愛いでしょ。可愛いんだ。ファッションでやってるんですか。それもあります。実はタイで歯の矯正はファッションの一部としてやっている人も多く、異性へのモテポイントでもあるという。そして彼女が今ネットアイドルとして注目され始めたのにはある秘密が。あそこ見て、あれが私のステージなの。これ救急車よ。え、
救急車がステージ？人助けボランティアをやってるの。事故や事件で怪我を負った人や急病を患った人を助けてるの。グレースさんが助けに行くの？そうです。そう、実は彼女はボランティアネットアイドル。実はタイでは民間人が人を助けるボランティア活動が活発で、怪我人の応急手当から病院への搬送、時には遺体処理までも行うという。遺体処理？グレースさんの役目は救命士のアシスタント。学校終わりに週3日以上このような活動をしているのだという。搬送を無事に終えた後は、あ、写真を撮るんですね。ネットアイドルだから。これ今何してるんですか？ SNS 用の写真を撮ってるんです。日本だとちょっと批判されそうな行動だが、この活動の様子を SNS に上げることによってもっと世間に広まればなって。そう、彼女はボランティアの普及にも貢献。今1200いいねです。すごっ。え、どんなコメントあるんですか？綺麗とか応援してますとか。あら、他にもどうやって参加するの、私もやりたいなど前向きなコメントが多く、可愛い女の子が人助けをしているとここ 2,3 ヶ月で話題沸騰。するとグレースちゃんかな。絶対グレースちゃんだよ。地元のちびっ子たちがグレースさんを発見。ほら来た。あちゃ見えない、見えない。ちょっと待って大人気。みんなはグレースさんのこと好きですか？そう。タイのネットアイドルは子供たちの憧れだった、ね、ということで子供たちの夢を比べてみたらこんな違いがありました。すごい、ネットアイドル、ね、普通のアイドルではなくてネットアイドルがタイでは人気だってことですけど、でもめっちゃ可愛かったですね。可愛かった、あの子。結構ね、タイと日本の結構いろんな番組も出てて。じゃあ日本語も喋れるの？日本語も喋れるんですよ。じゃあブルシリ交代少女。やめてください。大丈夫。どうですか、ナナちゃん、気になったのありましたか？私はあの洞窟探検家が気になります。洞窟探検家、かっこよかった。ユダヤの人はその歴史も好きだし、あとこの自分のなんていう歴史にプライドも持ってるから、うん、だからお金関係なくその、ね、なんていう国に貢献するとか、あとモテるね。モテるんだ。やっぱそこは大事なのね、モテるっていうところは。ちょっといいところ連れていくよ。ああ、うん、いい穴好きだよみたいなことで。何ですか？言い方がもうなんかやらしい。ピーチェ、なんか気になったのありましたか？プロゲーマーね、うん、ゲームはあまり良くないって言われて、うん、割と育っていくじゃないですか、うん、日本だと2時間までとか、うん、2時間も長いか、はい、長いと思う。でも21歳で年俸3億円ってどうですか？あの平均年収が900万円くらい。だから平均が。そうなんですよ。それじゃあ韓国のお父さんお母さん方もゲームやめなさいとか言わないんですか？そうですね、あんまり私もねゲームやらない世代なんですけども、うちの子が、まあ、ゲーム一生懸命やってるから、じゃあ私やってみようって。あ、逆に一緒にやってみようみたいな。え、菅さんのお子さんいくつなの？今大学3年生です。大学3年生、はい、日本にいます。日本にいる。じゃあちょっと変わってもらっていいですか？やめてアリノさんすごいゲーマーじゃないですか？アリノもそうやね、あの言ったら良い子では300人ぐらいの劇場でいつもやるんやけど、ライブとかって、うん、アリノのゲームで課長って言ってゲームやる場合は武道館とかいっぱい使う。すごい。武道館の。じゃあそちらもチェンジしてもらっていいですか？やめてここじゃないの。でこの中でですね、ゲーマーが一人いるらしいんですけど、実はフランスのニコラがかなりのゲーマーだって聞いてるんですよ。そうなの？まあ基本的にこうゲーセン行くと、まあ最低限6時間とか7時間後ずっとぶち続けて、まあメインはテトリスとかとスト2とかもずっとまあ本命でやってるんですけど。どうやる？はい、実はですね今回スタジオにニコラの得意なゲームストリートファイターをご用意しました。では準備したのでお二人前の方に。ニコラ頑張ってください。
ったことあるけどね。やばい。自分のやつ？これは俺の、これマイコントローラー。自分の？これは自分の持ってきた。大丈夫？翔さんは？ダルシムこんなでかなったの？すごい強そう。いいですか？何これキモい。もういいですか？はいどうぞ。よーいスタート。よし頑張るで。頑張れ山口さん。俺インド人。うわすげえこれすごい。変なタトゥー入れてる。すごい絵が綺麗。頑張れ山口さん。これ進むのみ。あれ、うわすげえ。やばいやばいやばい。やばい。ガードしてガードして。やばいやばい。ガードしてガードして。何やこれ。やばいやばい。何やこれ。うわ。すごいわ。うわ。生生生姜だ。キーちゃん肩着取って。キーちゃん。キーちゃんやってみよう。キーちゃん肩着取って。本当ですか。キーちゃん肩着取って。キーちゃんやったことあるの？ゲームセンターでやったことあります。あ、じゃあもう大丈夫だ。キーちゃん頑張れ。ニコラも頑張れ。え、インド人、インド人がいいです。何？俺が作ったやつ？インド、はい、インド人。じゃあ丸を押してもらって。はい。丸を押してもらって。これがキーちゃんね。はい、これがキーちゃん？キーです。これキーちゃん？じゃあハンデ、ハンデください。ハンデ、え、一応ちょっとじゃあ5秒ぐらいあげる。あ、5秒くれるんですか。ありがとうございます。キーちゃん頑張れ。よーいスタート。キーちゃん頑張って。キーちゃん頑張って。5秒うわすごい難しい。あ、どうやろ。ケンの見ろ。なるほど。キーちゃん激しいね。キーちゃん近いよ。すごい。キーちゃん近い。いけるいける。キーちゃん、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 いいよ。大丈夫、キーちゃん。頑張れ、キーちゃん。いけいけ。落ちることが大事。伸びてる、伸びてる。伸びてるよ。頑張れ、キーちゃん。頑張れ、キーちゃん。頑張れ、いいよ、キーちゃん、いいよ。キーちゃん。ほら、ほら、ほら。すごいプロみたいな。キーちゃん勝てるよ。オッケー。ダメージ与えてるよ、キーちゃん。キーちゃん頑張れ。世界のみんなのいいねがたくさんついた日本の写真を比べてみた。今や世界の8億人以上が利用する SNS インスタグラム。携帯電話のカメラも日々進化し、皆が日常のさまざまな出来事を写真や動画に撮影するような世の中になった。ということで、日本を訪れた外国人観光客に聞いてみた。日本で撮影したいいねが多い写真は何ですか？成田空港で帰国する直前の外国人観光客の皆さんに、日本で撮影しいいねをゲットした写真を見せてもらった。どこから来ましたか？オーストラリアだよ。日本に3ヶ月いたけどスノボばかりしてたよ。いいな。彼の一番いいねが多い日本の写真は、スノボの後雪の中で友達と撮った写真さ。この写真を撮影したのは新潟県妙高高原の街中。実はこのスキー場はオーストラリアへのプロモーションを積極的に行っており、今ここでスキーをすることがオーストラリアの人たちのステータスに。通常いいねが100件あれば多い方らしいが、その数はライクス255件だよ。憧れの雪国の写真にいいね200件超え。さらにこれも良くない。鳥居、京都で撮影した伏見稲荷の鳥居の写真にいいねが100件。そして日本に来た外国人のインスタグラムには鳥居がいっぱい。人が誰もいなくてすごく静かだったんだ。感動しちゃったよ。これ最高だろ。おー、いいな。異次元の入り口みたいな感じがしてすごくかっこいいよ。アリになった気分にもなるわ。かわいい。日本らしい荘厳な雰囲気がある鳥居は外国人にとってインスタ映えのベストスポット。
こちらのメキシコから来た2人組、他にも思い出に残る写真が。田代島に行ったんだ。何それ。あ、猫がいっぱいいる。猫がいっぱいいる。そう、猫がいるの。かわいい。宮城県にある田代島は猫の島とも呼ばれ、100匹以上いる日本の猫を楽しみ、近年外国人観光客が増えているんだとか。日本の猫はメキシコと全然違うわ。尻尾が短いの。あとめちゃくちゃでかいよ。とっても可愛いわ。続いてテキサス在住のインド人女性は。まだアップしてないんだけど、絶対いいねがたくさんつく写真があるわ。見てこれ、東京駅のラーメンストリートで撮ったの。テキサスでも食べたことがあったから、日本のラーメンをすごく楽しみにしてたのよ。味はどうでした？これぞ本場の味って感じだったわ。特にチャーシューが最高ね。きっとこの写真200いいねはつくはずよ。テキサスの友達はみんなラーメン大好きなのよ。どこから来たんですか？出身はウクライナです。日本語喋れるんですか？日本語が上手な彼女が今回日本で撮影した写真は、ごく普通のお弁当。普段食べ物の写真は撮らないんだけど、見た目が綺麗だから撮ったの。いろんな種類のおかずがあって色合いが素敵だわ。ウクライナにはそういうお弁当ってないんですか？全然ないんです。あ、ないんだ。彼女曰く、ウクライナにはお弁当という文化がなく、さまざまな料理が詰め合わされた日本のお弁当はアートのように美しく見えるんだという。続いてアメリカボストン在住の女性はちょっと意外な写真を撮影。これ綺麗じゃない？横浜で散歩してたら黄色い洗濯物が一つ見えたのよ。確かにちょっと目立つ洗濯物だが、なぜこんな風景を写真に撮ったのか。ボストンでは外に洗濯物をあまり干さないの。地元では見ない風景だからおしゃれだなって思ったわ。おしゃれなんだ。続いてカリフォルニアから来たこちらの家族は。あ、そうそう、魚を取ったわ。金魚すくい。この子が3匹、あの子は1匹すくったわ。網がすぐに壊れるからすごく難しかったよ。僕は1匹殺しちゃったよ。生きた魚をキャッチする金魚すくいのようなゲームは海外では珍しいんだそう。続いてこちらのイスラエル人女性。あ、これ見て、バーで日本人の男性たちと飲んだのよ。彼らが日本で覚えておいた方がいいって教えてくれたことがあるのよ。何？これ知ってる？江戸晴美さん。江戸さん。日本ではあまり役に立たないと思います。以上、外国人観光客がいいねをたくさんもらった日本の写真でした。こっちかと思いましたよね。私も懐かしかったよね。ニャンコステこっちかと思った。ということでですね、今日はですね、皆さんのインスタをちょっと覗いてみようじゃないかということで。覗いちゃいますよ。結構やってるんですよね。そうなんです、はい、外国人メンバーのインスタでいいねが一番多かった写真、こちらでございます。はい、ダラン、ベリシモ、ベリシモ、いいね9768件。これは何の写真なの？飛び蹴りしてるんですね。で、何もないから神秘的だから、それアップしたら、評判が良かったですね。ちょっと分析していい？これ、はい、直美ちゃんがね、インスタ女王でもあるけど、はい、ちょっとこのインスタとこの文章を見てどんなことが感じられますか？はい、そうですね、やっぱりこのハッシュタグの多さを見てもらうと分かるんですけど、とにかくあのフォロワーが欲しいんだろうなって感じられる。ガツガツしてる。なるほど。この筋肉とか、あとイケメン空手家とかイタリア人とかね、必死感がすごい。必死の、必死の中の9768件という。でもね、本当にベリッシモすごいんですよ。あのフォロワー数も一番多くて、この中で249,000人いるんです。すごい、これすごいよ。ちなみに直美ちゃんは？私は790万人。全然すごないやん。続いてはですね、いいね数が残念ながら最下位だった。言うてもみんなテレビ出てるし ね。そうですよ。もうじゃあその人もうやめてもらえます？やめます。そうですね。引退ということで、引退ということで。こちらの方ですね。引退。
最悪だ。最悪や。すごい。これはないな。65件。すごくない？この写真は以前。お父さんから差し入れいただきました。すごい。やばい。外国人メンバーの楽屋に国分から差し入れでシュークリームが届けられた時に撮ったもの。いやこれ何がすごいって、うん、内容もね、うん、まあ、国分さんとかの名前をハッシュタグにしたりとか、うん、世界比べてみたらとか、うん、いろんなのハッシュタグに、ね、載せてるんですけど65件なんだ。俺がへこむわ。いや僕の名前入ってて65件、ね、ほんまよ。国分君があかんかったみたいな。怪我さすなよ。浜口さんもやってるんですよね。あ、僕インスタ、はい、やらせてもらってます。わっしゃー、すごい。女子パンケーキ、パンケーキ女子。これ直美ちゃん的に分析するとどうなるの？そうですね、でもすごいやっぱ女性を意識されてるのかなと思うので、なんか女子に気に入られたいおじさんって感じが。続いて奈々ちゃんの写真見てみましょうか。 あら、こんな一面もあるの？なんか今までで一番いいねが多かった。さあそしてですね、他の外国人の皆さんの写真もちょっと見てみたいと思います。こんなものを用意しました。外国人メンバーが撮影した日本をテーマにした写真。みんなどんなことに日本らしさを感じたのか比べてみよう。まずは何これというところから、ウセイヌデカということで、どんな写真かと言いますと、こちらです。これはやばい。デカ。これどこ？いやこれは渋谷のあの109の前に一個だけじゃない、後ろにも何個ある。なんだ。日本ってイメージは日本人はコンパクトにちっちゃいものを作るんだけど、こんなでかいコンって。日本でこれなどうやって使うの、私分かんない。絶対駐車しないでねっていうメッセージは伝わるよね。ウセイヌでかいもんね、190ぐらいもんね。 私国でちびっこと言われてるんですけど195あります。ちびっこと、これはセネガルのちびっこです。そうなの、190でちびっこって言われてるの。まだちびっこです。あとさ、みんなガリ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 。さあニコラ行きましょう。ハレンチ、ハレンチ、はい、まああのね、バーの名前、日本でなんかいつも変な名前をあのお店に変な名前をつけるところは多いんですけど、あのこれ恵比寿で割と結構おしゃれなあのバーとかお店とかに多いところで、この看板見てもう思わずプッとしました。なんて読むの？これカポって言うんですけど、カポッ、カポッっていうのはフランスで俗語でコンドーム。でもそれ分かってつけてるってことかな。いやだから一応そういうね風俗店の多いところだったら分かるけど、もう全然そういうところじゃなくて、このの見てめちゃめちゃ入りづらいなと思った。確かに。さあじゃあ風景の方行きましょうか。アーニャ、ここはどこ？はい。はい、わ、綺麗。これどこ？ロシア？いや違います。日本です。日本っぽくない。千葉県習志野台にあるあの公園なんですよ。うん、これなんでこの写真を撮ったの？あのジブリっぽい雰囲気のところ探すの好き でちょっと ジブリっぽいかなって思って撮ってみたんですけど。さあじゃあ分子り式ですね。いやあ何このかっこつけてる。すごい。台湾ですね、あの四季はないんですよ。ないか、はい、だから一年中は暑いし葉っぱとかもう色は変わらないんですよ。そうか、はい、だから僕が一番好きなのがあの秋なんですよね。すごい紅葉がとても綺麗で、確かにね、もうアイドル になっちゃい。うわ何この角度。これ一番好きなの？どうですかこの角度。あのいけてないです。いけてない、いけてないです。キイちゃんどうですかこの写真は。自撮りですよね。自撮りですね。だからこう一回チェックしながらあっち向くみたいな。恥ずかしい、恥ずかしい。言うたらんといて。それ恥ずかしい、恥ずかしい。では続いてすごい、競輪からいきましょう。お祭りで、浅草の方にあったお祭り、おみこしの時にこんなに、警察官が集まってみんなの安全を守るのがすごいびっくりしたんですね。アメリカだと宗教的なものだともうそんなに盛り上がらないから、それ結構カルチャーショックでした。これはなかなか日本人写真撮らないですね。こっちに向けて撮らないです。撮らないですね。続いてジェリーピーチ、芸術的。あ、マンホール、アート、なん
かフランスで全然なんかこんなに可愛いのは見たことないし、だから初めて日本に来てびっくりしてすごい綺麗で、で私ずっとマンホールに歩かないようにずっとやってて、急にジャンプしてとかなんかすごい変だけど、このレベルならクラクションしたくなるんですよ。盗まないでお願いします。やめて。コレクションできない、できない。クラクションって聞こえてる。パペ。では続いてこちらです。はい、これ電線なんですよね。結構なんかシャープで綺麗なんですよ。まっすぐで日本は。インドは多くない電線日本って。あ、いやいや、もうインドとかバングラデシュとかもそうなんですけど。もし例えばどっかの家で何かあってもどこのでどれなのか分かんないの。いやこれはすごい。日本は全部バランスよく綺麗で、なんか私からしてもアートにしか見えなくて。綺麗なんだ。綺麗。これなんか綺麗綺麗って言ってるけど、もうそもそもこんなのもう地下に埋めよっていう話なんですよね。これフランスだったらもう全部埋められてるんで。アメリカもそうです。全く見ないから。電線はだから国によって違いますよね。リティカさんから見たら綺麗に見えるっていうけども、それ綺麗。アメリカから見たらまだ電線あるんだ。アメリカで見れない景色だから私ちょっと昭和を感じました。昭和を感じる。昭和いなかったでしょ。昭和いなかった。アメリカにいたはずだけど。さあ中国カンカさん、はい、大丈夫？え？なんだこれは。何が大丈夫？ご自由にお持ちくださいっていうカゴよく日本でいろんな店の前で置いてあるんじゃないですか。中国だったら多分このカゴごと持って帰る。だからものすごく日本的で、すごいな、いつもすごいなって楽しみの一つ。いやすごい素晴らしいなと思います。あとなんか田舎とか行くとよくなんかみかんとか置いてあって100円って書いて、なんかお皿置いてあってそこに入れてねってことで、インドだったら多分全部持って行かれちゃうし、誰も手伝わないでもって言っちゃうと思う。じゃあそういうとこ日本はすごいと思う。日本って世界一道徳心が高い国ですよね。そこはすごいなと思います。いい国でしょ日本って。で私ね、ある人のインスタで大好きな動画があるんですよ。見ると笑顔になる国分が大好きな動画とは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。好きです。流れてるの聞いて、あ懐かしいみたいな。新曲はなかなか聴けてない。いやもういっぱい知りたいです。最近そうですね、増えてない感じしますね。そうかも。やっぱり出会いたい。新しい音楽を聴く春にしよう。 Spotify プレミアム。大切なものはいつも逃げ足が速くて、やっと見つけたと思ったら全然偽物だったりもして、それでもなんとかなりますよ。私はブレずに生きたい。少なくとも一生懸命駆け抜けたいこの人生を。 GMO クリック証券。ザ・炭酸ストロング。炭酸？ストロング！強炭酸で爽快感！ザ・炭酸ストロング！ニューアックス、もっと自由に、もっと正直に、自分の魅力は自分の中にある。解き放て。洗練、ツヤ髪スタイルでアックスゴールド。アックスシリーズも。武器は馬。 9.11 直後、5万の敵と戦った12人の男たち。必ず生きて帰る。ホースソルジャー。俺なんで警備員になろうと思ったんだろう。あ、そうだ、俺子供の頃正義の味方になりたかったんだ。ある意味夢叶ってんじゃん。今日も地球の平和を守ったぜ、ジョージア。汗をかいたことさえ次の瞬間忘れている。あなたはどこまでも自由になれる。ドライEX、 新しい快適。
ユニクロはライフウェア。ゴールデンウィークはまとめ買いがすごい。7日まで。私ね、ある人のインスタで大好きな動画があるんですよ。ゲメッサー。ハイガイズ。浮き輪を大人になってあでこうやって使ってもあそこまでテンション上がらないじゃないですか。ぐる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 回ってるところと、いいですよね、楽しそうにしてる姿ということで、今回いろいろなものを見てきましたけども、ちょっと待った、あちょっと待った、来た、どうした、うん、なんかね、今回はね、珍しく女優さんがキャスティングされた。そうね、確かに。だからプロデューサーがなんか告知あるんじゃないかなと思ったんだよね。え、キーちゃん告知？そうなんです、ちょっと待った、ちょっと待った。告知の流れに影のプロデューサーアベディンが。いやね、それどうすれば告知できるんですか？待ちに待ったこの日がやってきました。ついにあの作品が配信開始です。ジャニーズ初の配信バラエティカトゥーンの世界一ためになる旅プラスがついに配信スタートしました。こちらです、ためになる旅プラスっていうタイトル、はい、何してんの。他にも最新ドラマ、ライブにドキュメンタリーまで、月額925円で見放題。パラビであなたの生活にもっとワクワクを。パパパパラビ作りたいんです、世界一の作品を。あいつ同期でした、好きなんですよね、好きなことに飛び込んであそこまで。この場所で好きなことに挑む。お前もな。好きなんで設計図。好きだからこそできた大道ブレンド、世界一のバリスタ監修。史上最大の聖杯戦争開幕。待ち受けるは7つの歴史、あまたの英雄たちと共に失われた未来を取り戻せ。スマートフォン向け RPG フェイトグランドオーダー好評配信中。新発想のオイルタイプの日焼け止め、クリアなオイルがサラサラ、水汗弾いて落ちない。水汗弾く日焼け止め、スキンアクア UV オイル、焼かないぞ。ロートピッコマン。あのイエスとブッダがアパート暮らし、東京立川で繰り広げられる日常コメディ、チェイントお兄さん、ついにピッコマへ、今だけ0円。31限定ポッピンコットンキャンディーできたよ。ふわふわ綿菓子とパチパチキャンディーが可愛くて、しかも今ならダブルが 31% オフですよ。マジ？ゴールデンウィークは31。ゴールデンウィークをプライムビデオでもっと楽しく、人気の映画やアニメ、話題のオリジナル番組もプライム会員なら追加料金なし。ゴールデンウィークはプライムビデオ。アマゾンプライム。どうして茶葉の甘みを楽しむお茶はないんですか？綾鷹は急須に学んで形にしました。お茶の甘みを楽しもう、綾鷹茶葉の甘みデビュー。あれ、この曲やった、フレカーボー。知ってる曲で遊べるバンダリガールズバンドパーティー、初日に選べる。5月からですね。ちょっと待った、ちょっと待った。何？俺が告知担当だよ、俺が決めるんだよ。俺の記憶なしで告知はまだダメだよ。あ、はい、じゃあまだちょっとキーちゃんちょっと待っててね。どうすれば告知できるんですか？条件があるの。はい、だから浜口、はい、なんか面白いのやれ。何やねんそれ。それ受けたら告知を。浜口さんお願いします。ギャグが面白ければ告知 OK。 お願いします。病と戦う芸能人バッホー、金曜夜7時。メダルを胸にふるさと凱旋、高梨沙羅さんにカメラが密着しました。さらにキキキリンさんのご自宅もぴったんこ2時間スペシャル、お楽しみに。みんなあなたになりたかった。メイクや服を真似してた私たちにあなたは教えてくれた、自分らしく。そう、あなたのように。ねえ、コンビニ行ってきて。やだ、今いいところなの。私服の時間なのに。傷ついた姉ちゃんの心を癒す私服のデートに動かされただけだ。ロマンチにいられんだ。読みたい漫画を今レンタル、レンタ。あとコーヒー。おい、
アクエリアス S ボディ新登場。植物由来成分が体脂肪を減らす。動くときには S ボディ、 S なボディへ。アクエリアス S ボディ。この二人何かおかしい。豪華キャスト共演。 It's falling apart, baby。ニュータウンに隠された真実を覗いてみませんか。 Right now, your path. サバービコン。あふれるミートソース、熱々のホックホク、カブ、米、肉、米。お待たせしました。あ、はい。みんなのおいしいはモスにある。今だけのクリームチーズテリー、モスバーガー。問題。コスプレのコスとは何の略。賞金ゲット。全国一斉総額500万円分争奪クイズバトル、グノシーで毎日開催中。グノシーダウンロード。お日様で暮らす毎日はいかがですか。元気になれますね。素敵な暮らしは太陽からの贈り物。お日様ハイム。ミオでじゃん。ミオパー。ミオドライでじゃん。ミオパ、あなたもミオパ。スパークリング選手ミオ、ミオドライ、スタンプもらえる。銀魂からのお知らせと言い訳です。モンストコラボ CM 坂田銀時編は違う弾を引っ張りハンティングしていたため静止画に差し替えてお送りしてる。ある、足早く反省しております。でもコラボは絶賛開催中ね。ロボちゃん、ただのぶくん、懐かしいな。何年ぶりだろ。全然変わってないね、ただのぶくんだって。40歳からの匂いを洗う、これ何？ルシード。あ、気にしないで。マンダム。ハッピーバースデー。おめでとう。ありがとう。お誕生日おめでとう。楽しんでね。おめでとう。特別な日をみんなでお祝いしよう。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。一番幸せな誕生日を。35周年の東京ディズニーリゾート。メダルを胸にふるさと凱旋、高梨沙羅さんにカメラが密着しました。さらにキキキリンさんのご自宅もぴったんこ2時間スペシャル、お楽しみに。夫と寝た女を目の前にしたら私どうなっちゃうんだろう。リーさんのためにお願いします。じゃあ、キャラ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 、どうも、まるまる浜口です。ほら今回はね、滑りすぎて受けたからオッケーオッケー。それなるよね。俺のマネージャーか。イプセンの代表作人形の家という舞台に出演させていただきます、うん、家族愛だったり男女のすれ違いの愛だったり、夫婦の愛だったり、いろいろな愛の形が詰まった作品です。ぜひ劇場へお越しください。あ、すごい。どうだった今の告知、良かったね。いや、それじゃ全然足りない。え、あれ、主人公野良役には本格的なセリフ劇が初めての北野キーが挑戦します。本当に面白い舞台なので、ぜひ劇場でご覧ください。言えた言えた。いい、すごい。病と戦う芸能人、金曜夜7時。メダルを胸にふるさと凱旋、高梨沙羅さんにカメラが密着しました。さらにキキキリンさんのご自宅もぴったんこ2時間スペシャル、お楽しみに。アレクサ、週末の山中湖の天気は？快晴です。やったー。よーし、アレクサ、キャンプのプレイリストかけて。アレクサ、これなんて曲？旅に出る準備です。ねえ、クラッカー持っていくの忘れないでよ。アレクサ、掃除機つけて。はい。アレクサ、クラッカー頼んで。アマゾンエコー。もう寝られないよ。アレクサ、目覚ましかけて。そう、顕微茶。水をあげたら草木が喜ぶように、私は自分にそう顕微茶をあげる。カフェインゼロ、体に嬉しい植物素材。そう顕微茶、整ったよ。春が来た、春が来た、天使版。
春割り番、春割り番、日経電子の番。ニューアックス、もっと自由に、もっと正直に、自分の魅力は自分の中にある。解き放て。洗練艶髪スタイルでアックスゴールド、アックスシリーズも。それでも懸命に生きてゆくと。こんな車をお持ちでありませんか。古い車車検入れ走行不能。どんな車も全国ネットで買い取ります。豪華買取廃車を。新たな道を切り開く究極の力、ここに授け。ペルソナコラボパズドラ、今がチャンス。知ってました？アイスクリームの美味しさってミルクの新鮮さが大事だって。絞って3日以内のミルクで作っています。牧場シーボーリー。新鮮は美味しい。クリカ。この体験、ヘーベルハウスの展示場で。地球を離れ、宇宙での新たな生活が始まるはずだった。たどり着いたのは謎の惑星。 We're lost. ロストインスペース、ネットフリックスで独占配信中。新発想のオイルタイプの日焼け止め、クリアなオイルがサラサラ、水汗弾いて落ちない。水汗弾く日焼け止め、スキンアクア UV オイル。焼かないぞ。ロート。ガスタ TV、 今日ご紹介するのはこちら。柔らか牛赤身のステーキ、美味しそう。さらにプリップリのエビフライも2本つけて。エビフライもライスもスープもついて999円。え、999円。数量限定です。めちゃコミック。めちゃまちゃむちゃめちゃコミックで、めっちゃ贅沢旅行に行ってみませんか。ドドンと総額1000万ガオ。めっちゃびっくりドッキリ。めっちゃコミック。Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui. ウソつきの方が出世する世の中なら、あなたならどうしますか？Faut pas pour s'agrandir un jour, hein. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. C'est la vie. オランジンだ。さすがフランス。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ロボちゃん、ただのぶくん、懐かしいな。何年ぶりだろ。全然変わってないね。ただのぶくんだって。俺40歳からの匂いを洗う。これ何？ルシード。あー、気にしないで。マンダム。ピッコマン。あのイエスとブッダがアパート暮らし。東京立川で繰り広げられる日常コメディ、チェイントお兄さん、ついにピッコマへ。今だけ0円。プリンター買ったんだ。久しぶりんた。新しいシュレッダー頼むの。ワシュレッダー。あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。介護用品も大塚紹介。ガンホー。道を切り開く究極の力、ここに授け。ペルソナコラボパズドラ。